そうです、10月2日金曜日、10月に入りましたね。番号ラジオのお時間です。眠い系音楽ユニット木綿少々がお送りする金曜日の夜にパークアベニューからゆるーく好き勝手話す超無駄な時間、少々のマンゴーラジオです。はい、皆さんお元気ですか。眠い系音楽ユニット木綿の少々です。10月に入ったというのに暑いですねちょっとなんかほら涼しくなってきてさ、あーこのまま涼しくなるんだって思ってたらさ、なんか急激に暑くなってきたよね。台風が来たぐらいから。台風先週9月の、あ今週の頭かに台風がちょっと接近したぐらいからもうめっちゃ暑くなってるんですよね本当になんかもう夏ぶり返してきた感じが半端ないですよね。はいということでですね、眠い系音楽ユニット木綿少々のマンゴーラジオ、今日も、問題なくスタートしております。皆さん10月になりましたけど、もう今年もあと2ヶ月、2ヶ月、まあまあ10月になったばっかだから10月11日13ヶ月か。早いね。早いよね。なんか年を取れば取るほどなんか早くなるっていうか、本当そうなの。私来月誕生日なの。もう誕生日来たらちょっとやばい誕生日来たらちょっと、いやそろそろ本当にあの更年期とか考えないといけないような、ちょっと年が近づいてきてるんですけど、本当にということで、なんかちょっと FM っぽさ、いろいろなんか機材もだいぶ変わってるし、なんかちょっといつもといろいろ仕様が違くて、私ちょっとなんかドキドキしてますね。今週はね、FM ギノワンも開局して、FM ギノワン聞いたり FM 講座聞いたりしてるのかな、みんなね、リスナーの皆さんね。はい、今日もユーストリームツイキャスしてメールもお待ちしてます。761@fmkoza.jp ですね、メールアドレス。でツイキャスユーストリームもまあおのおのメッセージを受け付けておりますので、ちゃんと見てますからね。はい、ちゃんと見てますから皆さんどんどん送ってきてください。はいなんかね、みんながね、髪切ったって言ってるんですよ。めっちゃ髪切ったんですよ実は
もうね、本当にね、相当40センチぐらい切ってるはずよ。すごい長かったからね。なんかね、でもね、いつもね、短いんですよ、私、本当はね。実はね、多分ね、あのぐらいの長さにしたのって、私の人生多分3回目ぐらいだと思うんですよね。実は。うん。あんだけ長かったこと3回ぐらいしかなくて、ほとんど短いんですよ、いつも。で、もうちょっと伸ばしてみようかなって思ったんですけどね。なんか結局伸ばしてもなんかね、結ぶだけなんですよね。あんま下ろしたりとかしないので、ずっとなんかひっつめて結んでるから、これなんか短くてもいいんじゃないみたいな。短くてもいいんじゃないみたいなね。気になってきて、バッサリ行くわけですよ。で、バッサリ切ってから、ああ、やっぱりなんか伸ばしたいなって思ってまた伸ばすんで、やっぱり途中で挫折していつもね、また短くなるっていうパターンが多いんですけどね。そう。まあ、頑張って、また、伸ばすかな。今でもね、ほら、ウィッグとかもいいのあるからね、全然かぶれるじゃん、いろいろ。かぶって、なんか長い気分楽しめるしね。だから、いいかなって思う。はい。ということでね、もうなんかツイキャスでも今ちょこっと来たんですけど、そうそう、今日新聞に、宜野座に海外のバンド来るって記事が載ってたよ、中野町の和樹さんが。お前と。ちょっとね、今日これのサンプル CD とかももらってきたので、また預かってきたので、今日ちょっとね、ぜひ皆さんにそちらの方も宣伝したいなと思っています。はい。そうそう、でね、私そう、またFM ギノワの CM 作っちゃった曲。FM ギノワ聞いてる人はもう聞いたかな。でもね、まだね、あれフルバージョンじゃなくて10秒ジングルで曲の一部分だけなんですよね。で、本当はその前に A メロっていうメロディーがあって、それがまだちゃんとできてないので、とりあえずちょっと開局に間に合わせて10秒ジングルだけ先に送らせていただいたっていうことなんですけど、はい、聞いてくださった人もいますかね。くださったって下ったらずか。くださった方もいらっしゃいますかね。はい。ぜひね、そちらも。まあ、今は、まあ、この番組はまあ聞いて、まあ、FM ギノワもね、まあ、後でちょっとね、ポチッと聞いてもらえればいいかなと思うんですけど、ね、まあ、ちょこっとだけね、聞いてもらえればいいかな。まあ、この後、ほら、ミキさんもあるからね。ちゃんと、1日が終わるまで FM のことで。はい、よろしくお願いします。ということで、今日の1曲目、ユニコーンのオータムビーブスをいきたいと思います。秋だからね。皆さんこんばんは。メガネずれてる。
ずいなずいてる。ずいなずいてる。あ、タロスケさん、前髪おそろ、おそろ、おそろタロスケさん、前髪ないでしょ。ここしかないでしょ。ここだけでしょ、ここだけ。イミッチャさん、知らないおじさんに知らない家に監禁されてる少女みたい。たとえ。たとえおかしいから。フランチェスカさん、宜野湾には行かれないんですか。私、宜野湾全然ほとんど全く行ったことないんですけど、通り過ぎるだけで。宜野湾ちょっと初進出してみようか。ねえ、皆さんこんばんは。今日も頑張ります。ちゃんおかさんありがとう。髪がないよ。よいしょ。ちょっといつも通り準備不足なもので、よいしょ。準備不足なものでね。モデルでいるよね。前髪切りすぎたのが流行よねって。いるね。なんだっけ、あの名前なんだっけ、あの人。わかるよ、わかるよ。若い子ね、若い子。若い子って。ざっくりしすぎてる。なんだっけあの子、名前が思い出せない。前髪を切りすぎた前髪がって言ってでしょ。行方不明の人でしょ。ゆうきんさん、昨日あの歌間に合いました。間に合ったよ。あー、間に合ってない、まだ。あの一部は間に合いました。全部はまだ終わってません。やばいです。ちょっとすいません、ちょっと準備が足りないので準備をします。準備をします。イヤホンないかな。ないか。なかった。あ、ミトナスメ。そうだ、その人。いや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 、私10代の頃はミトナスメより可愛かったはず。もう前髪は短かったよ、水戸夏目より。水戸夏目より短かったよ、私あのぐらいの年の時。っていうか水戸夏目がいくつなのか分かんないけど。これか。CM 行きます。音でかいね。イミッチャさん、山脇さん似合うはずよ、多分。ユニコーンの素晴らしい日々ね。じゃあ後で書けるか。 FM 小座ライブラリーにあれば書けれるけど。パークアベニューから世界へ。
はいはーい。どうもこんばんは、少々ですよ。眠い系音楽ユニットもめんの少々がお送りする金曜日の夜はマンゴラジオということでお送りしておりますが、皆さんお元気ですか。はい。ということでですね、今日なんか気になるやつ見たんですよ。そういえばあのね、あれで Facebook でなんかD 沖縄ってあるじゃないですか。わかります？あのね、沖縄のなんか謎とか文化のなんか不思議なところとかをなんか突撃取材したりする、なんかアフリカマイマイ食ったりとかする不思議なウェブサイトがあるんですけど、このウェブサイトのなんか5周年記念みたいなことをなんと小ザリウエでやるらしいっていう情報を入手したんですよね。皆さん見ました？見てない？見てない？小ザリウエでやるらしいんですよ。そうで、いつだったかな、日にちがね、多分今月の終わりぐらいだった気がするけど、ちょっと待ってよ、今ちょっと調べてみようね。日付がね、今月のね終わりぐらいだったんですよ。Wi-Fi が Wi-Fi が全然ダメだね。 Wi-Fi が全然ダメですね。やばい、諦めそう、諦めそう。ちょっと待って、諦めそうです。そうそう、で、そうで、この小ザリウエにD 沖縄で潜入してるんですよ、去年ぐらいの記事で。で、潜入してるんですけど、まあ、なんかそのなんか D 沖縄のサイト見ると、小ザリウエの中がどうなってるのかっていうのが見れるんですけどね。なんとそれのまあ、その D 沖縄の何周年かのパーティーが小ザリウエでやるから、私でも中に入れるじゃないかと思って。この D 沖縄の何周年かのパーティーに行けば中に入れるんだと思って、ってことは写真も撮れるしいいじゃないかと思って、私ちょっとこの日突撃取材してこようかなって今思ってるんですけど、日にちが合えば、何も予定がなければっていうか、行ってみようと思ってるんですけど、まあ一緒に行きたい人いたらぜひぜひご一緒にいかがでしょうか。この日あれだから、エロい映画やってないからね、全然普通に多分入れると思うんで、これみんなで行けばいいじゃん。小ザリウエに行きたい人を募集してます。ちょっと日付とかまたちゃんと調べて告知しましょうね。はい。そうで、今日もちゃんと今週の小ザリウエやりますので、後ほど、はい、だいたいいつも9時45分か50分ぐらいかなにやってますので、はい、ちょっと小ザリウエね、毎週告知してる私としてはちょっとね、小ザリウエでイベントとかやってみたいなと思うんですけど、小ザリウエでオフ会とかね、ちょっとやってみたいなと思うんですけどね。はい。そうなんですよ。そうと思ってるんですが、皆さんぜひ行きましょう。はい、ちょっとツイキャス読んでみましょうね。ゆきさん、少々さんと一緒にランチデート券に応募したいんですが、窓口は小ザリウエですかって。少々さんと一緒にランチデート券ってそんなのあったんですか。小ザリウエ窓口かな。ねえ、
いや、少女と一緒にランチデート券はあれですよ。応募とかないですよ。いつでも、行きますよ。ご馳走していただければ。はい。ゆきさんも一個、小田流営でお名コンサート。やりたいんだよね、実は。実はね、ちょっと小座流営で木綿コンサートはね、前からちょっと心の中に秘めてる野望っていうか、あるんですよね。そう。なんかこの間ほら、壁画のデザインやった林さんがゲストで来た時に、妄想映画館をやろうみたいな話で盛り上がってたの覚えてます？なんか、エロ映画の、成人映画のポスターだけ作って、それを上映しないでポスターをずーっとこのスクリーンに流して、それで30分ぐらいみんながこうそれぞれの頭の中で妄想をするっていう妄想映画館をやろうみたいな話覚えてるかな。ちょっとね、やりたい、やりたいです。そういうアッキーめっちゃお茶送ってくるけど、アッキーなんかそこにいるけどねそこにいるけど、めっちゃお茶が来ました。ありがとうございます。本物も欲しいな。イミッツさん、ありがとうございます。イミッツさん、なんか少々さん、知らないおじさんに、知らない家に監禁されてる少女みたいって言ってるけどね、なんかね、今日ね、私ね、夜道を歩いてたら、娘の学校の校長先生にばったり会って、あーこんばんはって言ったら、お母さんちょっと青年会の人かと思ったって言われてどういうことかな青年会の人ってねえ、だんだんなんかこうね、年齢不詳度がどんどん上がっているっていうね、このね、なんか髪を切ったらなんかのび太にさらに似ているというなんか評価もあったりしてね。伸びたほら小学校何年生、4年生ぐらいだから、まあちょっと25歳ぐらい私幅読めんのかなっていう25歳ぐらいちょっと幅を読んでいこうかなと思ってるんですけどね。はいはいそうするとでもね、ちょっと自分の子供と同級生ぐらいになっちゃうっていうどうなのそれタロスケさん、少々さん前髪おそろーね。タロスケさんね、前髪ここだけだから、ここだけこういう頭だから、こういう頭、私もやろうかな次。じゃあ私やるわそれ次私じゃあもう悲観します。はいやります。はいはい、どうもちゃんおかさん、どうもこんばんは。みちさん、みちさん、そうそう、前髪切りすぎたね、みぞなつめさんの話とかツイキャスに言ってるんですけどね。私ミッドナツメよりも多分早いからね、多分じゃないか高校生の時から私ずっと前髪が短い、ミッドナツメより短かった、はあ、もうね20年前だよ。そう、そう、イミッチャさん、小田流営の副音声を少々さんがしたらいいさ違うんですよ。この間、そう、あれなんですよ。ゲストの、その、壁画のデザインを描いたアーティストの林さんと話をしていたことによると、実際に撮ったムービーとか映画とかよりも、妄想の方が多分、エロいと。人間の想像力は限りがないので、実際にこの、やっぱね、こう、映画を撮ったり、動画を撮ったりすると、まあ、テレが出たり恥じらいが出たり、なんかこう規制があったりするけど、妄想の世界は何でもできちゃうのでやっぱね、こう妄想でね妄想の映画館をやろうっていうことで盛り上がったっていうね。そうはい、アッキー暇人らしいよ。なんかさっきからね、うろうろしてさっきなんかね、FM 講座でなんかパソコン眺めてて、珍しくなんかパソコンいじってるなって。秋パソコン使えるんだなと思って。
アッキーがパソコン使ってるの初めて見たな。はい、はい、AKB さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。AKB さん、ずっと FM 技能案に浮気してたって。まあね、そりゃね、まあ、AKB さんはね、うん、まあ理由はなんとなくわかるけどね、なんとなくっていうかわかってるよね。わかってるけどね。うん、実は私まだね、技能案、聞いてないけどね。あの、ギノワンの、あの、ジングル、10秒ジングルも作ったけど、まだギノワンのラジオ聞いてないですけど、ちょっと近いうちにね、聞こうかなと思って。なんかね、あっちもこう、ちょっと、あの、昨日見た Facebook の投稿だと、ひとりつちなりさんがなんか、あの、ラジオ番組を持っているらしいので、まあ、ちょっと音楽、同じ音楽番組カテゴリーとしては、ちょっと私も、まあ、ライバルとして。ライバルとして、ちょっと見ていこうかなと思ってるんですけどね。はい。ライバル。ひとりつちなりさんもなんかね、あの、ちょっとお会いしたことはないんですけど、まあ、ちょっと人づてというか、で、はい、お話をしたというか、まあ、すれ違ったというか、なんか同じ LINE のグループに入ってるというか、っていう感じの仲なので、ちょっと今度ね、ひとりつちなりさんもこっち来てもらって、この間みたいに仲良くなる企画やりたいなと思うんですけど。ね、やってみようかな。逆に私がひとりつちなりさんとか遊びに行くっていうのも面白いかな。で、私が勝手に一人で行ってるだけなんですけどね。はい。はい、ということでですね、なんかあの先ほどあのユーキーさんからあのリクエストがあった、ユニコーンの素晴らしい日々をちょっとじゃあ流したいと思います。ツイキャス更新します。あ、遅かった。あ、久しぶりです。あ、まあ、あれ今日はこっちにいるんですか。そう、ありがとうございます。デジワン、あ、ワンワンギノワン、あ、ワンワン入れます。なんだっけ、もうちょい長いバージョン作ってるんですか。作ってます。ヘチャイムでも流してますよ。あ、はい、ありがとうございます。ちょっとさすが、キープ付きさすがと思って。ええ、そう、あれの前にメロディーがもう一個あって、うん、そうで、なんかでもバラバラに思いついたから、それをうまくつなげる方法がなんか思いつかなくて。すごいね、そんな感じなんだ。曲作るときって。そうなの、思いついたメロディーが2つあったので、それをつなげて1個にしようと思って、でもこれ10秒のは10秒でできるなと思ってて、うん、そうそうそう、だから今からこれのフルバージョンをちょっと作りますので、いいです。はい、今結構反響もあるので聴いてる人も多いので。疲れてます。疲れてないです。なんかそう、10歳ぐらい年取ったように見える。あ、本当。大丈夫、疲れてるはずね。疲れてるはずよ。今からなんですよ、もっと。はい、ありがとうございます、本当に。あ、いい。ホームページがまだあっち全然できてなくて、あ、はい、げますね。あ、FM 子供分かってるの分かりますか。あ、はい、分かります。あんな感じでやりたいなと。 ありがとうございます。いえいえ、ちゃんとフルバージョンを作ってから。じゃあもうちょいね、ミームする形を思いついたらもっとやりますんで。あ、やりました。お疲れ様です。あ、そんちゃん、ちょっと、じゃあ、あ、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。疲れ切ってる。よいしょ。どうもどうも。
山ちゃんいるよ、山ちゃんいるよ山内さん前髪切ってってあーそうなんだ、飛行機好きな人の番組ね。あーなるほどね宜野湾チラ見したけど入れないとか、どうしたの FM 小座の皆さん、どうして恥かさしてるなそうなのか、なんだろう、その感じなんだろう、面白いねそっか、じゃあ私も覗いてみようかな今から FM ギノワンをどうだどうどうそれ今なんか放送事故起きたね一瞬、どうかな、私今から FM ギノワンを覗こうかな、覗いて実況生中継するってどうですかちょっと待ってよ、じゃあやってみようね、ちょっとじゃあ一回 CM 入りましょうね。CM 入りましょう。見れないね、見れないな、あ、見れた、スマホのラジオで聞けるんだヤクルト飲みすぎてお腹痛いとかあ、見れた見れた、音はでも出そうだな、音切らなきゃ、なんかすごい面白い、ラジオを見ながらラジオをするって面白いんだけどなんかはい、ということで、CM 前の曲は、ユニコーンの素晴らしい日々、ユキさんのリクエストでした。ということでですね、今ちょっとツイキャスであの FM ギノワンのことが非常に盛り上がっておりまして、ちょっと今 FM ギノワンのユーストを見ながら FM コタで番組をするという前代未聞のことを今やっておりますでもね、ちょっとこれ音出しちゃうとね、どうなるのか分かんないからね音は出してないんだけど音出してみる、これ音出してみるかちょっとね、音出してみようね、何ですかねこれ、すごい結構真面目な番組やってますよ、なんか曲いくらしいですねなんか
あのすごい真面目な感じの番組ってロシアの船がどうのこうのかなんか難しい番組ですね。曲に行くらしい。あ、渋いですね。渋いですね。あ、渋いジャズかけてますね。はい、いいですね。三人のスイート好きですね。はい。はい、ということでちょっと FM 宜野湾をチラチラ見ながら FM 小沢をやるというはい、あの前代未聞の行動をただいま取っておりますが、はいはい、イミッチさん、山内さん前髪切ってって言ってます、山内さんね、この FM 小沢のあのボスでございますが、前髪を切って少々とお揃いでって言ってますんで、はい、あの OK だそうですあ、分け目変えた、あ、分け目変えた。あ、なんか最近あの分け目を変えたらしいです。あの山内さん、ハゲ？ハゲ？あ、はい。山内さんちょっとあの生え際が若干気になっているそうですね。はい。はい、あのそんなねボスなんですけどね。はい。はい。イミッチさん。ここでも小田流営の常連さんを連れてきてエロトークに花を咲かせましょう。そうですねあのね、エミッチさん、この間先々週ね、あの小田流営に行ったことがあるっていうゲストが来たんですけど、あのね、あれですよ、あの小田流営は あちらの方がとても多いということであちら側の方があのはい、そうなんですね。なのでエロトークというか、多分そっちのお話になってしまうと思うんですが、はい、いいでしょうか。エミッチさんモテそうですよね。別そっちの方にもね、なんかとてもあのなんつうの、打体が良くて、うん、なんつうの、はい、イケメンなのでモテそうな感じですよ。大丈夫ですか、エミッチさん。はい、アッキーさん、ヤクルト飲みすぎてお腹痛いって。私さっきヤクルトもらいました。ありがとうございます。ヤクルト大好き。AKB ファンさん3人おるやろって。あ、これか。これ昨日あの、ラジオの人ですね。はい。ゆきさん、少々さんリクエスト曲ありがとう。いえいえ、とてもありません。スマホのラジオでしっかり聴いて、ユニコーン最高。あ、沖縄市なら広島ファンヤクルト飲むなって。そうなの？あ、そっか、広島カープ来るから、そっかそういうことね。なんかみんななんかいろいろなんか言ってるぞ背中に落書きされた人、あちら、あ、じゃあエミッチさん、そうじゃない、あの女の人が好きなんじゃなくて男の人が好きな人ですっていうことです、はいが、あのトイレの前とかで待ち伏せしているとか、あのいろいろサインを送ってくるとか、そういうお話をですねこの間してましたので、あのはいそういうことらしいですよ、はいなのでね、あのまあ皆さん FM の、はい、小田流営は、そちらのお客様が多いらしいというね、はい、噂をちょっと困ったゲストの実際行ってね、まあ、あの皆さんちょっと感想もね聞きたいよね、はい、あ、なんか FM の音がちょっと音下げましょうね、はい、ということで FM ギノワンさんが、はい、の、ユーストリームを見ながらお送りしている本日の、木綿少々マンゴーラジオでございますがはい、いいんですよ皆さんいいんですよ、はい、FM ギノワもね応援よろしくお願いしますということで、私の作った FM ギノワの歌の一部分がただいま流れておりますのでね、はい、ということでね、さっきちょっと後で話するって言ったやつちょっとやろうかな、はい、ということでね、さっきね、あの番組の冒頭に中野町の和樹さんがね話してくれてた、ツイキャスでコメント取れてたやつなんですけど、
12日月曜日と17日土曜日に宜野座国際音楽祭がありますよ、また。はい。こちらね、ちょっと宣伝させてくださいね。12日が、ロムシエラ・エベレさんという3人組。こちらがですね、オーストリア、ウィーン、スイス、ベルンのアーティストが2009年に出会い結成ということで、モットーが最高の冗談と想像力っていうことなんですけど、はい、これねあのね、ちょっと音聞いたら分かるんですけど、本当にね、最高の冗談と想像力って感じなんですよで、正直これジャズなのか何なのかもよく分からないジャンルだと思うんですが、あのね、面白いんですよ、とっても。そうで、メンバーがギター、ボーカル、トランペットっていうあのすごいですねそうで、ぜひちょっとね、音源もね、今日持ってきたのでかけようかなと思ってるんですけど、時間が足りるかなちょっと今かけてみましょうか。じゃあね、今日はこちらのロムシエラ・エベレさんの方曲をかけて、来週じゃあ、もう一バンド、17日にいらっしゃる結構ホルナリトリオを聴けようかな。じゃあね、今日はこのロムシエラ・エベレさんの曲をかけたいと思いますが、多分そんなに長くなかったので、私ちょっとサンプル CD をちょっと預かってきたんですけど、このロイヤルファミリーって曲が一番私は好きだったので、ちょっとそちらをお送りしたいと思います。ギノワンの米見てみって、私ツイキャスでギノワン見れてないんだよね。ちょっと待って、あ、見れた。AKB さん、少女さん見てるってウケるウケる。すごい、ありがとう、ジャック、ジャックマンゴーラジオが FM 機能1のツイキャスをジャックだとオタフクソースが飲めないなって飲めないよそうそう、小座流営に行くとね、ゾウさんを連れて行かれる、そういうことですよね。そういうんですよでも大丈夫、あのちゃんと無視すればいいらしいんで、はい、みんな気づいてないね、 KB さん。もう私全然やっぱ FM 機能案に知名度がないっていうことですよねそういうことですよね、うん、まあしょうがないよな。はい、ということで10月12日、宜野座国際音楽祭に出演されるロムシエラ・エベレさんの、ロイヤルファミリーという曲をかけています。ですね、こちら10月12日月曜日祝日、5時会場6時開演となっております。チケットが、前売り3000円、当日3500円、宜野座村民割は宜野座村在住の方、宜野座村在勤の方のは2500円、2公演セットチケットってあるんですけど
ど、この次、あ、この次の土曜日の10月17日、ケッコヘロナリトリオさん。両方のチケット2枚買いたいという方は、2公演5000円でチケットが販売されていますので、こちらの方が絶対お得ですね。はい。皆さんぜひぜひ、ぜひぜひ、見に行っていただきたいというか、私またこの日ね、いつも通りスタッフしてるので、はい。いつもね、スタッフしてるんですけど、この日もしてますので CD 売ったりしてるので、はい、ぜひ来てください。遊びに、はい、絶対面白いと思います。はい、ということで、今日も眠い気音楽ユニットで少々のマンゴーラジオが迎えようとしているんですが、なんかツイキャスがどんどん来てるよなんかね、 AKB さんがね、ギノワ FM ギノワのツイキャスに少々さん見てるって書き込みしてくれててこっそりジャックしてるっていうおかしいね絶対気づいてないよ FM ギノワの人面白いんだよね。なんかこういうのこっそりやりたいで、バレないように。みんななんか言わないでよ、FF 技能1の人。ちょっとこっそりやろうよ、こっそり。こっそり爪痕残すみたいなことやっていこうよ、今から。毎週。うん、はい。ということで、イミッチャさん。怖い怖い。小田流へ行くとゾウさんを連れて行かれるんですね。うん。ゾウさん連れて行かれるからね。でも大丈夫ですよ。なんか、サインで気づかなければね、大丈夫らしい。なんかサインがあるらしいんですよね。あ、大丈夫。中野町中崎さん、宜野座の子供たちは恵まれてるな。タイガースだけじゃなく、ヨーロッパのバンドまで地元で見られる。そうなんですよ。宜野座の子供たちは本当に恵まれてるんですよ。またね、このヨーロッパのバンドとか来てね、学校とかね、回って演奏したりとかもするんですよね。まあ、毎回じゃないんですけど。だからね、そういう子たちはね、学校で音楽の時間にこのヨーロッパのすごいバンドを見てるっていうねすごいですね。この子たちがまた大きくなった時にどんな影響に、ね、があるかなって思って興味深いと思いました。はい、アッキー、山内さんが少々さん可愛すぎるって言うとやったやったー。山内さんの前髪もなかなか可愛かったよ。イミッチさん、ワンワンが来ないのはゾウさんをお散歩で連れて行かれたんですね。イミッチさん、でもね、そろそろワンワン来るはずよ。来週か再来週ぐらいかな。もうゾウさんのお散歩は終わったみたいなんで。はい。流れてないからじゃあ FM ギノワで小座流への3本立て読んでもらうわ次回の漫画上ワンワンな観察で飛行機アイランド侵略作戦を考えようみんなおかしいからはい、ちょっとじゃあそろそろね、ちょっと小座流へやるためにね、FM 小座は一刻も早くエコーを直してほしいところなんですけどね。はい。じゃあ行きたいと思います。いつものこのコーナー。今週の小座流へ。はい。沖縄市金天街にある、沖縄で2番目に古い映画館小座流映の今週の上映情報です。痴漢電車飛信まさぐりバージン日記指の戯れ不倫旅情陰液で満たす夜以上3本となっております。
1100円で見放題です。皆さんぜひ今週末も小ざり上にゴーゴー。ということでね、はい。今週もバッチリ小ざり上ね。はい、というわけで次回のマンゴーラジオね、中野町和樹さんが、中野町和樹っていう名前みたいだった中野町の和樹さんが、うまいことまとめてくれています。ワンワン奪還作戦、飛行機アイランド侵略作戦。はい、ということで、中野町和樹さん、今週のタイトル微妙に好きということでね、どの辺が引っかかったんでしょうか。不倫旅情あたりですかね。はい。ゆうきさん、中野湯で小座流へ流すってどうね。中野湯で小座流へ流すの、中野湯、中野湯で。ダメでしょ。それダメでしょ。中野湯本当いいんだよ。この間に初めて行ったけど、ね、本当よかった。また行きたいなって、何の用事もなくても行きたいなって。タオルも貸してくれるし、ね、そうポンって行けるか。いい感じで、はい。ということでですね、今週もマンゴーラジオ、お楽しみいただけましたでしょうか。好き勝手やらせていただきましたが、ね、来週も好き勝手やりたいと思います。ね、そうそう、再来週ね、再来週あれあるんですよ。なんだっけ、ペッチョペチャペチャペチャパイ。ペチョペチョ、ペチペチョ、ペチペチョ、ペチャペチャじゃない。ペチペチョ階段。そうそう、ペチペチョ階段っていうのがね、特番が9時から12時までぶっ通しであるんですけど、なんか私も出るみたいよ、それ。私で来ていいのかな、それ。いいと思う。そう、来ていいみたいなんで、なんか勝手に来ますので、で、多分ワオワオもこの日来ますので、一応妖怪研究家として黙っちゃおれないということで。ワオワオも来るって言ってたからね、再来週の特番は要注意ですよ。はい。で、そうそう、さっきそういえばユキさん、少々の紺色のカーディガンが似合ってるって言ってくれた。ありがとうございます。お礼言おうとした。あ、みんなが一生懸命コンティニューコインしてくれてる。はい、大丈夫ですね。はい、という感じの残り1分10分ですが。そう。で、FM ギノワもね、今日はね、飛行機の番組やってたけど、今見たら、ね、やってますので、開局したということで、ぜひ、応援よろしくお願いします。で、またね、私、FM ギノワの、歌も、今途中までしかできないから、10秒ジングルしか流れてないけど、ちゃんとフルバージョンでこれから作りますので、作ったら聴いてくれると嬉しいです。これ FM 機能は電波どこまで入るんだろうね。沖縄市も入るのかな、届かないかな、どうなんだろう。みんな聞こえてます？797だ、79.7MHz。泣くなって覚えてね。ってことでいいですかね。はい。ということでですね、泣くなの冬向きのワンワンはいいとして、とりあえずね、少々のマンゴーラジオ、今週もお別れですので、また来週ということで、おやすみなさい。また寝ないね。バイバーイ。お疲れ様でした。何笑ってんの？